皆さんこんにちは、伊勢屋漬物店吉村です。最近スーパーやネットでこういうジップロック型とか袋型の冷蔵庫専用ぬか床がとても流行っております。とにかく冷蔵庫で場所を取らない、手間がかからない、手軽につけれる、まあ、例えばナス1本、自分専用でね、ナス1本、キュウリ1個とかつけれますんで、すごく便利です。まあ、そして冷蔵庫専用タイプですので、夏など気温が上がったり湿度が上がっても安心して使えるという、とても便利なぬか床だと思います。なので本日はこういうジップロック袋型の冷蔵庫専用タイプのぬか床の上手に簡単に育てる方法を紹介していきます。最初に申しましたように、まあ、手軽で冷蔵庫ということでとても便利なんですが、まあ、その反面ぬか床にとって大切な乳酸菌が育ちにくくなっております。よくこの袋の表面とかネットとかの表示でかき混ぜ不要ってなんかとても便利そうに書いてあるんですが、実はかき混ぜ不要というよりあんまりかき混ぜないでねっていうことなんですよ。どうしてもこのタイプで毎日ぬか床をかき混ぜると、まあ、かき混ぜると空気が入って乳酸菌がどんどん減ってしまうので、かき混ぜ不要というよりもなるべくかき混ぜないでね、乳酸菌が減っちゃうからということだと思います。なのであまりかき混ぜなのであまりこのタイプはかき混ぜないようにしてください。そして例えばきゅうりを今日はつけようという時でも、こうきゅうりを、まあ、塩もみしてこのぬか床に入れて冷蔵庫に入れると思うんですが、乳酸菌を育てるという意味でもぬか床にきゅうりを入れてすぐに冷蔵庫に入れてしまうと乳酸菌が育ちにくいので、そうですね、半日ぐらいは常温で置いといて、まあ、特にこのぬか床使い始めは乳酸菌が少ないので、使い始めは特にすぐに冷蔵庫に入れるのではなくて、きゅうりをつけた後半日でも1日でも常温で乳酸菌を育てた後冷蔵庫に入れて1日待つというのがベストなんじゃないかなと思います。そしてぜひやってほしいのがぬか床の量を、まあ、足しぬかなどで増やしてあげるということです。ぬか床で乳酸菌が育つには最低でも2キロぐらいのぬか床が必要です。まあ、そういった意味でもね、あのスーパーなんか行く、スーパーなんかで僕もぬか床あるとこう裏返したりしていろいろ見るんですが、どうしても1キロ前後しか入っていないんですね。それだと乳酸菌が余計育ちにくいので、足しぬかなどで、まあ、例えばこのジップロックだったらこれで今1キロ入っているんですが、まだこの部分空いてますよね。この部分に足しぬかでこれを倍に増やすことによって2キロぐらいまで増やすことができますので、ぜひ足しぬかなどでぬか床を増やして乳酸菌を育ちやすい環境を作ってあげる、それがいいと思います。そして最後1点、もう一つやってほしいのが、最近最後に必殺技のように出してくるんですが、最近僕ハマってるのがこの米麹です。まあ今頃字幕でスペシウム光線とか、まあつまらないこと書いてると思いますが、一応必殺技のつもりです。まあ何度も動画で紹介してますが、米麹は乳酸菌の餌になりますので、野菜などぬか床につけるときに、まあ一つまみ程度ぬか床に入れて混ぜてあげるとさらに乳酸菌が育ちやすいので、ぜひやってみてください。私も時々動画撮影でこのジップロックを紹介するときにつけてますが、もう本当にホーロー容器とかタッパータイプと同じぐらいうまく、いやむしろ冷蔵庫専用ですので本当に失敗なくつけることができますので、ぜひ皆さんもこのジップロックとか袋タイプのぬか床、便利に美味しくご利用ください。よろしくお願いします。